はいはいはい、チャンプルーです。今日はですね、ちょっと変わった思考で、ちょっとこれ圧力鍋なんですが、まあね、こんな感じで、ちょっと今水を入れてありまして、圧力鍋に、これはミスター K さんからね教えてもらったことなんですけど、まあこの間コストコで買ったこうお肉がですね、こんな感じで、まあ筋肉っていうか、あのそうですね、筋がまあ結構あって、値段は安かったんですけど、まあもう全部1回にクックしようということで、もう一つはですねステーキ下の方にあのステーキを引いてあって、まあ塩コショウしてあります。まあこちらのねお肉も塩コショウをして、こちらはこう後であのこの圧力鍋に入れて、まあどれぐらい柔らかくなるかわからないんですけど、あのちょっとね柔らかくなってくれたらいいなとかっていうやつです。まあ絶対柔らかくなると思うんですけど、まあちょっとだけね水を引いてありますねでこちらもお肉の上にですね、ハラピニオンとセロリと、まあ玉ねぎですね。まあこれですね、まあちょっとちょっと思考を凝らして、あのまず先にステーキを、まあステーキソースねで食べて、でその後にお味噌ですね、みりんで溶いたお味噌でこうまた味付けをして、まああの今日ちょっとだけいただいて、あとはこう明日食べようかなとかっていうやつですね。このお肉も多分ね今日じゃなくて明日食べようっていうことで、あとはまあね今日の付け合わせはまあねお豆腐とまあ牡蠣ですね、牡蠣っていうやつです。牡蠣じゃなくて海のやつは牡蠣、このフルーツは牡蠣っていうやつだったんですかねちょっと違いが要はうまく説明ですできないですよね、この牡蠣ね。皆さんどういうふうに区別されてますかね、海の牡蠣とこう果物の牡蠣牡蠣そんな感じで蔵派で教えてもらいましたね。ね、沖縄ではそのこれもね、まあ最近はいろんなスーパーマーケットとかで沖縄でも手に入りますけど、自分が幼少期の頃はあんまりなかったような気がしますね。もちろんオイスターもね、あんまり沖縄では食べたことがないなっていうことですね。まあそれでその私にとってまあ出身沖縄なんで、要はこの牡蠣とね海の牡蠣の差がちょっとこう分かりづらいみたいなやつですね。まあそんな感じですかね。ね、まああの食べ方でもね、なんかこういう感じでステーキを食べて、でそれでなおかつその後にこうね味噌煮をしてみようみたいな感じなんですけどね、まあ、みりんでお味噌を溶いたやつですね。 2、3回今あの今日で 2、3 回になるんですけど、なんかナスとねベーコンのこうあのみりん味噌でやったら結構ハマっちゃいましたね、この味。皆さんもねこう味噌で溶いてみるのはいかがでしょう。今時間がですね7時多分15分ぐらいだと思いますね。まあねこういう感じでね、セロリと、あの、あれと、あれとじゃわからないか。今、油を敷かないでね、お肉を下にして、今ちょっと炒めてるっていう感じですね。で、周りがこんな感じですね。まあ、超でかい、あの、パーキングに来てまして。ちょっと外出てみましょうか、せっかくなんでね。よいしょ、これちょっと。ここはミッションビーチパークっていうところだったと思います、ね、こんな感じで、あそこにジェットコースターがあって、ちょっと小さなねあの遊園地みたいな感じですね、あそこはね。お月さんも出てますね、映りますかね、こんな感じでね。
まあやっぱりこうあのなんていうんですかね、そうですね、あのかなり人々が少なくなってきたような気がしますね。まあそろそろ秋みたいな感じなんでしょうかね。読書の秋とかね、いろいろ言いますよね。あーなんか美味しい匂いがしてきましたね。まあね甘いものをさっき食べるとね、なんかあの脳があのお腹いっぱいになったっていうことで、食べ過ぎないで済むっていうことを教えてもらったんで、今ねちょっとデザートを先に食べるダイエットっていうやつですかね。まあハッピーハッピーですよね。まあこれもね。お水。あとそれと。あ、しまった。入れたいと思います。まあ私はこれが大好きですねちょっと横着そうですけどね、これね、まあね、こういう形でお水がちょっと映りますかね、入ってるっていうやつなんですけど、後でねこうご飯を食べた後にこのお肉をねこの圧力鍋にこう、なんか遠いな。ああ、もう段取りが悪いっすよね、段取りがね。お肉をね、入れていきたいと思うんですね、こういう感じで。で、ご飯を食べた後に、こうね、グッグして。まあ、明日でもいいですけどね。まあ、でも、で、明日、すぐ食べれればね。まあ、こういうような形でペーパープレートを使ってますんで、まあ、もうほとんどまな板も使ってないっていうやつですね。でこれをねパーって捨ててしまえばいいみたいなやつで、でこれね板がなんかこういう感じでなんかこの中でこういう感じでこっちにあのなんか支えみたいなのがあって、でこれをこっちにかければ OK っていうやつです。こういう感じでね、一人用の圧力鍋っていう形で、なんかこれでご飯とかも炊けるみたいなことを聞きましたけど、それはまだチャレンジしたことがないんですけど、まあね一回こうコストコちょっと飛行機からさ、コストコでね固まったやつにこう今回はあのね2つくっついてるやつ買ってきちゃったんで、ちょっと多いよねっていうことだったんですけど、まあねちょっとやっぱり物を悪くしたらちょっともったいないなっていうのがありますよね。まあそれで、まあね牛肉もこういう感じでちょっとミディアムちょっとまだですね、これねちょっともうちょっと火を通して、まあちょっと食べながらっていうことなんですけどね。ちょっとこれ硬そうですね、この肉は。ね。同じ部位の肉でもね、やっぱパー、あの、ものによって全然違ったりしますね。ちょっと味見してみます。ビーフですね。ね。うん。まあ十分いけますね。まあ豆腐もねシンプルなんですけど、お醤油をつけて食べるだけなんですけど、うん、冷ややっこも美味しいですね。ね。まあねこう食べ方っていうのは本当
やり方考え方とかいろいろ試行錯誤をすることでね、いろんな形のお料理が楽しめるっていうやつですね。このビーフにあのみりん味噌っていうのは私の中では多分初めてだと思いますね。ですから今日ちょっとね、やってみようっていうふうに思い立ちました。ビーフと、玉ねぎと、それからそうですね、ハラピニオンとセロリが入ってますね。まあこんな感じですかね。こんな感じですね。映ってるのかな。もうちょっと炒めましょうかね。まあ下味はね、塩コショウ、今日はガーリックもちょっと入れてありますね。まあですからもうお肉自体はもうこういう感じで食べれますね。うん、うん、まあ卓上コンロだとね、こういう感じで岩谷とかっていうやつなんですけどね、アメリカで見つけたジャパンとかっていうやつなんですけど、まあ本来はねこちらのクックテーブルの方でね調理するんですが、まあね座りながら食べながらっていうことでいつもこういうスタイルになっちゃってますね。で外を眺めながらこうご飯を食べるっていう形になってますね。まああまりにも横着ぶりで牡蠣にまで醤油がついちゃったっていうやつですね。ちょっとおいおいみたいなやつなんですけど、不思議な味がしてますっていうやつです。あらら、ガスのキャンがこう切れちゃいましたね。まあ、こういう感じのねペットボトルがだいたい1個100円ぐらいのもんですかね、多分。だからまあ自分にとってこのスタイルっていうのは超ね横着ができるっていうやつですね。まあね、作りながら座りながら食べながらみたいなやつですね。安心、またやーさい、ピュッ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 ポッポッポ、ハートポッポッ。